どうもこんにちは、なっちでございます。はい、ということで、今回はもう8節目ですね。もうじゃねえよ、早くやれよっていうね。お前遅いんだよとね、多くの方が思ってると思いますけども、まあ別に攻略動画としてやってるわけではありませんので、まあなんだろう、暇つぶし程度にね見ていただければいいのかなと思います。で、このダンジョンが24日まであるんで、まだ余裕ありますね。まだ10日間もありますね。はい、ということでやっていきます。さあ、パーティーはブラスカなんですが、この辺からちゃんとやっていかないとやばいと思うので、まあガチガチでやっていこうと思います。だが、超覚醒が機能しませんので、ラグドラとかね、あとターディスの無効貫通とかが使えないと思いますので、まあそこはしゃあないと。で、欠損もしてますと。なるほどね、やっていきましょう。まあとりあえずは色待ちですね。はい。で、そう、昨日ね、動画なかったんですけども、久々に寝落ちをかましまして、やっちまいましたね。血糖値がね、僕低いんですよ。まあ、母親もなんですけど、家計的に低くて、で、血糖値が低い人が、食事をすると、血糖値が上がるじゃないですか。で、極端に上がって、で、なんかすごいね、眠たくなるみたいな話を聞いてね、めちゃくちゃだから不便なね、あれなんですよ、体質なんですよね。だからマジで飯食った瞬間眠くなっちゃうの。これがほんとね、っていうかさ、めんどくさくね。毒の目覚め15ターンはやばいやろ。あと3ターンか。ちょっとね、軽く流しましたけど、こいつはめんどくせえな。ラグナロクドラゴンちゃん使っちゃっていいかな。あ、意外とレベル上がってますね。ラグドラ使って、毒消して思いっきりぶっ飛ばした方がいい気はする。この後封印だもんね。ウェイがない。木のウェイ欲しかったな。闇はウェイ組んでいきましょう。水は組んでも意味ないもんね、今ね。こうしてのこうしてのこう。あ、ナイス落ち込んです。回復ゼロです。硬いです。欠損してます。よし、弾いてくれましたが、これ死んだ万象もありえなくはない状態でございますね。なるべくダメージを与えない方向でいきたいと思います。大丈夫？大丈夫そうですね。おや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 。おや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 。相変わらずめんどくさい人ですね。じゃあここは、ナスティーダークからの、オデドラからの、ブラスカでいいかな。色ないもんね。使っちゃいます。序盤からちょっとスキル使いすぎな気はしますが、どっかで毒の目覚め消したいな、これな。まあ、自動回復あるんで、そんなに気にならないっちゃ気にならないんですけど、まあ、やっぱりね、盤面が荒れちゃいますから。なあ、多すぎるんだって。はい。で、4階が？なるほど。こいつってなんかまたこいつはこいつで目覚めしんかったっけ？なんかあるよね。ジャスティストルネード的な技があった気がするんですが、まあ、とりあえず殴っちゃいましょう。なんか盤面いい感じなんで、この毒とどれぐらい付き合っていけんのかっていうね、検証も兼ねて。7コンボないのまずいかな。まずそうだな。大丈夫かな。お、いい調整が入りました。ただまたここで欠損していく。ちょっと色出しましょう。おかしいよね。日の三葉最強説がありますね。そう、これを待っていた。まあ、多少はターン短くなったと思いますので、もしかしたらそんな変わってなかったかもしんないけど。これ、木が消えたらめんどくさいんですよね。あ、自動回復消してくるんだ。なかなかできますな、こいつ。いや、そもそもこいつで耐久は、向いてなかったと。まあ、ただ実質同じようなことしてくれましたので倒します。毒も大して降ってこないよね。ただまあお邪魔も降ってきちゃうんで、
何とも言えないですね。かぐっちゃんか、なんかめんどくさいダンジョンだなこれな。ナスティダック使います。でここはまあまあコンボすると降ってきちゃうんで、きっとあんまコンボしないようにやっていきます。まあ目覚め消してからジン使ってもいいかな。多分角打ちでこんなねずっとね殴り合っとってもね追い打ち分降ってこないんですよ。だからジンなしで突破とかほぼ不可能なんじゃねえかって思ってるんですけど、危ないね。あ、できそうだ。できますね。倒しましょう。いけそうです。こうですね。よし、これでボスかな。ボスは多分あれだと思うんですよね。ですよね、こういうシリーズだと思ってたんですけど、ついに動き始めましたね。はい、無効化しました。無効化使えません。超覚醒対応しておりません。これレベルがね、100を超えれば超覚醒出るんですけど、出ないんで、超えてないんで、使えませんと。だ普通のダンジョンだったらこれ無効貫通でなんとかなったかもしんないね。まあ、とりあえずはどんなもんかね。まあ、言うて特殊だし、そんなにまだ階層も重なってないんで、めちゃくちゃ強いってことはないと思うんですけど、やばいですね。なかなか受け止めるとか言ってちょっと怖がってますね。怖がるっていうかさ、盾張っちゃうんかいっていう。はい、これでまあ半分超えていただいて、あ、硬いな。回復2倍。なるほどね。それでお前発狂あったら汚えからな、頼むぜ。その盾張って発狂のラインを入りやすくするみたいな、そういう戦法良くないですよ。お願いしますよ。でラグナロクドラゴンちゃんがこれね多分キラー入っちゃってるんで、ちょっとゴンゴンさっき言っとったと思うんですけど、まあ、75% が逆にいい味をね、味というかね調整になってね。ただこっから地獄ですね。気合が足りんぞ、うるせえ。これ使いたいと、いや盤面割といいからこのまま行きましょうか。ただここから火属性なんでちょっと不利なものがあると。どうなりますかね。まあ、最悪ブラスカ使ったら多少は火力出るかと思うんですが、はい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 、ダメージは大丈夫だね。問題はやっぱ発狂があるかないかだ。433でいきたいと思います。なのでこうして闇ここに置いて木で蓋して、こうのこうのこうのこうでいきましょうか。さあどうだ、怪しいかこれ。あ、呼吸を整えろ。 HP を回復した。あ、なんかあるんですかねそういう発狂の予兆みたいな。だとしたらありがとうございます。闇少な闇少ないな。これ闇は割といい火力ソースになってると思ったんですけどね、この少なさは大丈夫なのかって感じでございます。じゃあさっきの逆バージョンでいきましょうか。なのでこっちからこうして、ここにウェイで、ここで闇でウェイで、木で蓋して、そうですねそうですね、違うんだよな。大丈夫かなこれ。あ、大丈夫でした。よかったよかった。発狂も大した威力なかったんですね。はい、じゃあ倒します。最後の最後でクソパズルかましましたけどね、大丈夫そうでした。まあ、ストーリー見たんですけど、あの人なんかめんどくさそうなんだよね結構ね。まあ、ブラスカの力もあって今回は、まあ、楽勝ではないけどブラスカだからクリアできたって感じでございました。さあ旧説何もありません。ただダイヤドラゴンフルーツがもらえますと。何で行こうかな、もうないんだよな正直これっていうパーティーな。考えておきます。
もしかしたら被るかもしれませんということで終わりたいと思います。以上、なっちでございました。バイバイ。